一人式の USB の充電器ですね。でこれあのデータの転送もできるみたいで、まあ、今ほとんどの商品ねデータ転送も一緒にできますよね。USB のケーブルで、あの100円ショップのやつ、いまだにねあのデータ転送できないのって売ってますね。今もほとんどでも100円ショップのやつもあのデータ転送はできるみたいですけど、ちょっとね断線したんでね、100円ショップのやつちょっと、あ、これちゃんとしてますね。でこれがあれなんですかね、 iPhone なんですかね。私ね iPhone 持ってないんですよ。そうですかね。で私の周り結構ね iPhone 持ってる人多くて、まあよく充電器貸してって言われて、まあ、私のねあの Android 用なんで合わないんですけどね。まあこれだったら十分で、これこうなってるものを引っ張って回すのかな。こうするとこっちは普通のですね、あの Android ので、これそうするとちょっと邪魔かなとは思うんですけど、まあでもねこれ1個でこれだったらまあなくならないっちゃなくならないですからね、ここにあればね。ここでね、あのすごい平たいケーブルなんですね。だからこう、巻き取りの時に確実にね、うまく巻いてくれますよね、これだったらね。ね。まあ長さ的にもね、ちょうどいい感じかなって。長さですね。で、まあ、こっちは当然普通に。これもね、変なやつ買っちゃうと絡まってね、あのこうすごい余っちゃってなんかぐちゃぐちゃになって。前私それで1個ダメにしたことあって、まあ、これあの平たいんでね、まずまあちゃんと負けるんだろうなと思ってこれにしました。なかなかいいと思います。おすすめです。お値段ねこれもねそんな高くないんですよ。あ、安いですよ。あの下の概要欄にリンク貼っときますのでぜひ見てください。どうもありがとうございました。